どうも、えっと、酔っ払った人が、えっと、初めてほのぼのを実況プレイするとこうなるということで、今日はですね、えっと、あ、ごめんなさい、マスのカ <laughs> か、それね、あの、ほのぼのの新作が出たということで、やっていきたいと思います。じゃあ、エンターキーで、こっちも、ほのぼのリピーティッドナイトメア、もうやめて、ほんとに。このゲームですね、出たばっかりなんですけど、まあ、楽しくやっていきたいと。 ます <laughs> もういます。もう酔っ払ったって言ってたけど、えー、頑張りましょうどーい <laughs> ビビった。ビビった。 このゲームには突然の驚かしや残酷なビューズだったら絶対プレイしないでください。なお、このブームをプレイし、ご自身の体に悪影響を及ぼしたとしても、制作者一斉の責任を追いかめます。ということで、じゃあ早速、怪我をして、怪我をしていきたいじゃない、えっと、実況プレイをしていきたいと思います。タキを押したいと思うが、押していこう。なんかもう今日ダメだなぁ。 ほろよい人缶でこんな酔っぱらっちゃうんだもん。制作 SS、会 s s 僕ですね。この人のゲーム、すごい好きです。おはようございます。おはようございます。ということで、やっていきたいと思います。スモーキングって言うんですかごめんなさい。画面が今、見えてないです。メガネをください。ということで、スモーキング竹田ということで。うーん。何どうしたのあれ朝かなまだ夜だよ。<laughs> 僕は夜だよ、今。それにしたは暗いけど、えっと、携帯は、携帯今ね、 あっち置いてある。あっち。あった時間は、なにこれ時間表示が文字化けしてるえしかも剣がやめて、電池あるからライト使う。ちなみにこれパート1ですけど、パート2からは真面目にやっていきたいと思います。よし、頑張っていこう。あ主人公女の子じゃんえー、これがほのぼの的な、全然ホラーゲームじゃない気がする。全然今ならいける。うーんなるほどなるほど。制服も着たまんまなんだね。よくないそういうのはよくない ちゃんと洗おうねほのぼのぼ <laughs> いいですね。なんかなかなかおしゃれな名前ですね。友達にはほのぼのって呼ばれてるよ。じゃあよろしくお願いします。<laughs> 下の名前はカツラじゃなくてけいだよ。師匠じゃないんだね。変わった名前だけど、特にいじめられることは楽しく合伏るまあーもうお口が動かない。ほろ酔いでお口が動かない。あとはどうでもいいけど、え、たこ焼き好きなの僕もたこ焼き好きだよ。あのー、あれね。 もうダメだたこ焼き作ってるとこの名前も出てこないがまあ早速やっていこうと思いますどうもしてないのにこのまま寝るわけにはいかないいかないね僕は布団で寝れないんでなんかグダグダうるさいって言われそうだから真面目にやろう電気をつけよう確か扉の壁の方にスイッチがあるはずセーブしたいデータを選んでください早くないおいピピッタボーン <laughs> ボーン怖かったメニューはエスケープかお なんかこのシュンって感じあの竜がごとくみたいいいですねあなんか金庫があるあとあと開けるんでしょうあ矢印あるえめっちゃ動き滑らかじゃないこのゲームいい感じいい感じエンターあとスイッチャーこれを押してっとえなんでつかないの何で何おかしいな反応しないやブレーカーが落ちてるのかなそうかもしれないよし上げに行くって絶対お化け来るじゃんそこで いやだわでも一応金庫調べとこうブレコを上げに行こうマジでマジで行くのこっちかな鍵がかかってるあれうちが手術ああマジか鍵がどっかにあるから探してみよう本棚がありますなぜかすべて同じタイトルの方がびっしり並んでいますまるで読んでみると絶対読まないよなるほどねこういう風にしていろいろ探索していく感じ系ねオッケーオッケーなるほどねテーブルもあって <laughs> 鍵のありか金庫かな どうして金庫がきっとこのゲームをクリアするために金庫があるんだと思います。鍵がかかってる。なぬ持ち物携帯電話選べない。ボーンボーンっていうの。ボーンいいなはい。タンスの中に紙切れ見っけた。やったおすげえ交換おしゃれ紙切れを入手しました。オッケーオッケー。謎解きかなてかこれどっかで見たような。なになに見てみよう。紙切れ。 E A F A U U Q Y OK OK よし E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  H 1 1 F8? 18? 187 4 187 4 187 4って打つんだね187 4開いたやったーてかさ部屋から出るのにさこんな大変なの えー、ちょっと先が思いやられちゃうな鍵がかかってます開いたオオッケーちょって怖い怖い怖い <laughs> やっと出れたにしても見知らぬ家具といさっきの金庫というこか私の知ってるとこじゃないどこで寝てたのあなたはそれが分かんないわ月下に向かおうそうだねよしパソコンのファンも回そうさっきみたいに鍵がかかっていてもブレーカーぐらい上げられるはずそうだね廊下あーすげえ廊下新しいとこ来た記録 すげえポンポ <laughs> <ー>ン <laughs> 面白い <laughs> 最高だぜなにここ洗面所大洗面台がありますドラム式洗濯機僕もドラム式洗濯機この前買いました便器があります綺麗に管理されていいですね僕は潔癖症なんで綺麗じゃないとダメですおお風呂場、えー、浴室水洗金具があります水は出ないようですね そうですか、大きなバスタブあります。お部屋張ってないようですね。そうですか <laughs>。こんな調子でやってっていいの、せっかく新しいゲーム出たのにさ。もうなんかダメだよ。うわ。ビビッと。ビビッとめっちゃ怖い。右行こう。謎の廊下。ここから先は空気が非常に重くて、とてもすみません。よし、お酒飲もう。ああ、これ大丈夫か。本当に大丈夫か。シフトでダッシュとかできできないか。 あ、なんか部屋がある。ここも鍵かかってるのやめてよね、そういう。おいビビったやっばいマウスを思いっきり叩いた、今。行ったそれも膝もぶつけたし。痛いよて違和感のなる姿勢を感じます。マジビビって、最悪だ。まあ、ジやべ。筋肉つりそうになったし、それも。筋肉あるのって質問やめて。ハンドルぶぶっても、ハンドルぶぶってって何？に、ハンドル部分っても、ひもに立てないようです。ということで、じゃあ、ここはあれですね。 ガスとかお水が止められちゃってるのかな金庫だ開きません南京錠の鍵南京錠の鍵がかかっているようですマグロのお刺身なぜ僕のこの前のお刺身のあのおつまみ知ってるのやめてよねそういうの恥ずかしいんだから鍵がかかってませんなんでさここ一人なのなんで仲間はいないのそんな寂しいじゃん観葉植物ですはいあ玄関鍵がかかっています やっぱりダメね。手動で開けられないし、ここ開ける鍵を探さないと。配線用遮断器なにこれよくわかんない。ブレーカー。えパチち。おおー来たやったー明るくなった電気は通ってる。オッケーオッケー。でも、不定期に暗くなるしれ、え、暗くなるしれないからってなんだ暗くなるかもしれないから、その時はまたブレーカー上げに戻りましょう。 ブレーカーについて適的にブレーカーが落ちて視界が狭くなることがあります暗くなってる間は何が起こるかわかりませんブレーカーが落ちたら適的に上げ戻りましょう暗い間には移動速度が低下したりあやばい今日、めっちゃ滑舌いいよほろ酔いは滑舌がいけいけど調べるところにはえ調べられるところが調べられることができなくなったりしますこまめにセーブをしながら探索していきましょう戻りができなくなったり現在地の表記がかなっているにもめいはいもうわからない けどやっていこう。待って待って待って。ってことはさ、あそこ行けんじゃないここ、ここ、ここ。はいける。え、何あっあ、もう最悪だ。もう。なんでここでさ、こんなになんなきゃいけないの不幸な人生だわ。幼稚園からやり直したいわ。え、歩いてるちゃんと。ずっと右に歩いてるけど。え、進まないんだけど。え怖いから戻ろう。もうやだ。振り返っちゃいけない的なあれ めっちゃ怖いからちょっと戻ろうちょ無理無理無理もう無理もう無理ほんとかもう酔いが冷めてこえなに何何今耳元で「おえー」って言ったよに今なんか聞こえた聞こえた聞こえた左の「へっ! <laughs>」もうやだ <laughs> あれブレーカーがついたやったほまた消えたなんか嫌だなほっちょっ待って何やんやめてえ誰誰誰誰だ,だ,だ,だいやおい 何ーゲームオーバーほえーはい、ということで皆様パトンいかがだったでしょうかえっとですねこれは酔っ払ってやるゲームじゃないかなって思いましたパート2はシラフでちゃんと真面目にやっていきたいと思いますということで本日もご視聴ありがとうございました非常に面白いですこのゲーム ちょっと怖かったですね <laughs>。膝と手が痛いです。ということで、本日の動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。れじゃ MG でした。本日もご視聴ありがとうございました。なんかごちゃごちゃになっちゃったけど、バイバイバイ